皆さんこんにちは。ほじらし写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘之でございます。本日でこのほじら撮影塾の DVD シリーズの動画は終了になります。今日お見せするのは Adobe Photoshop を使った強調処理の方法、それからあとこうタイムラプスについて解説してるですね2分ぐらいの動画あるんですけど、それもちょっと後ろにペコッとつけてお見せしたいなと思います。 Adobe Photoshop を作ったそのマスク処理っていうのはですね、非常に役立つ方法なのでぜひ覚えていただきたいなと思うんですけど、普通のレタッチソフトって1枚の写真に対してこう画像処理をかけていくじゃないですか。じゃなくてこの一部分に対して画像処理をかけていくぞというやり方なんですね。まあ、Photoshop Lightroom Classic、それから SilkyPix とか、まあそういう写真の現像処理ソフトでもですね、段階補正フィルターとか、円形フィルターとか、ブラシ補正ツールとかね、まあそういう風に部分的にかけるっていうのはもちろんあるんですけども、もっともっと部分的に指定したい時が、天体写真だとあるんですね。星だけにかけるとか、星雲だけにかけるとか、まあそういうやり方なんですけど、その時にですね、このマスク処理っていうのは非常に有効的な手法になります。これから見せる動画で紹介しているようにですね、こう元の写真をコピーして、そこに何かの手を加えて、でそれで出来上がったものを元画像にこうブレンドしていくというようなやり方が、私が、まあ、実際にやってる星空写真の画像処理方法ですね。これはもう天体写真に限らず、星系写真でもやってますし、たまに昼間の写真でもやったりしますよ。なので、すごく幅広く活用できる方法なので、覚えてみてください。それからその後でタイムラプスのについて説明している動画がちょっと挿入されます。まあ、それも合わせてご覧ください。それでは行ってみましょう。はい。それでは次は、火山平均合成した画像を、強調処理するという方向に、画像処理の、テクニックを紹介したいと思います。今開いているのはこれ Photoshop CC という、画像処理ソフトになります。で、これ今表示しているのは、300ミリぐらいの天体望遠鏡で撮影した、M8 というこれ天体ですね。M20。こっちが M8 ですね。で、こっち側に天の川があって、夏の天の川の中にこういう天体があるんですけども、こういう天体写真ですが、画像処理が、強調処理がなぜ必要かというと、やっぱりこういう風に映ってしまうからなんですね。暗く、こういうのが嫌だから暗く映そうとすると淡い部分が映らない。で、淡い部分を映そうとすると白っちゃける。これなぜかというと、撮ろうとしているこの天体そのものが暗いものだからなんですね。なので、後で、これを強調処理、暗いところは暗く、明るいところは明るくっていうような感じの差をつけて表現してあげるっていうのが天体写真になります。で、いろいろ合成とかあり、することになりますけども、やっぱりですね、ここまでしないと表現できないっていうのがあって、それこそ画素数がものすごく低いカメラの時代からですね、どうにかして、まあ、これを表現しようということで、いろいろ編み出していった方々が、先輩方がいらっしゃいまして、まあ、そういうのがインターネットとか動画とかで紹介されているんですけども、まあ、そういう方々からですね、私が学んだことをちょっと今かいつまんでいろいろ話していきたいと思います。で、まずですね、この写真なんですけども、ここにヒストグラムがあります。真ん中よりちょっと左ですよね。適正露出ぐらいなんですけども、これをちょっと整えたいと思います。色調補正、レベル補正をクリックします。で、この全部 RGB がですね、この黄色とかピンクとか出てますけど、マゼンダですね、出てますけども、これがまあ重なるところがいいですよと。で、左側が暗い、右側が明るいので、できればこの左側のこの部分がですね、全部色が揃って絶壁になっていると、完全なニュートラルグレーの背景が描けるということになります。なので、今見えてるのが、
マゼンタですよね。ただまあこういうレッド、グリーン、ブルー、あ、こうクリックするとそれぞれの色でこうやって画像処理をかけられます。なので今レッドを調整したらこのブルーが出てきました。でブルーをちょっと上げます。グリーンもちょっとはみ出しましたね。こんな感じですかね。まあこのぐらいがちょうどその今、色を整えた状態になりますね。このぐらいがだいたい一番ホワイトバランス的に正しい状態ですよというような感じになります。次は実際に画像処理のテクニックの一つでマスク処理っていうのをお見せしたいと思います。画像処理のテクニックいろいろありまして、それは、インターネットそれから動画などでいろんな方法があるのでぜひ調べていただきたいんですけども、その中で、代表的な画像処理の方法としてマスク処理というのがあります。それを覚えるといろんなことに応用ができるので、ぜひここで覚えていっていただきたいなと思います。それではやってみましょう。まずこの背景画像で先ほど、ちょっと画像処理した画像を、まずコピーですね。こういうふうにここに持ってくるとコピーできるんですけど、まあ、右クリックでこうやってやってもコピーってレイヤーを複製っていうのができるんですけども、コピーします。で、後で、ビフォーアフターが分かりやすいようにちょっともう一個コピーしておこうと思います。この背景のコピー2っていうのを後での、ビフォーアフターの確認画像にしますね。でまず背景のコピー、これコピーしたやつを何をするかというと、ここからイメージ、色調補正、レベル補正というのをしてですね、上と下を切り詰めます。で真っ暗な部分と真っ暗じゃない部分ができるぐらいまで強調してください。これ今何をしようとしているかというと、どうしてもこの天体自体が淡いので、これを抽出しようとすると背景の空がですね白ちょけてきちゃうんですね。でそれを暗いところは暗く、明るいところは明るくっていう風にするために、今これ明暗をつけてる状態です。で今この明暗をつけた状態、この映っている黒じゃない部分だけを、さっきの画像に画像処理をできれば、必要なところだけ、画像処理をかけて必要のないこの背景の部分は、そのままにできるという考え方なんですね。でこれ今切り詰めたやつで、ここからやるのはコントロール A を押します。そうすると全体が選択されて、でここからコントロール C を押します。これで今ここはコピーされた状態ですね。でここで色調補正、レベル補正というのも試しにこう立ち上げてですね、ここを選択してオルトクリックで、この真っ白でやつが出てきますけども、ここでコントロール V を押してください。そうすると、さっき、強調、切り詰めですね。上と下を切り詰めて、暗いところと明るいところをはっきりさせたやつの、映っている部分だけがこういうふうにですね、貼り付けられた状態になります。これ、白黒なのは、これ、実際の画像じゃなくて、この部分だけに、レベル補正をかけますよっていうことで、映ってるところだけにレベル補正がかかるんですね。で、これはこれでいいとして、でも、試しにこれちょっといじってみましょう。レベル補正。そうすると、レイヤーかかったところだけこう明るくなったり暗くなったりするね。この背景のところは基本的にはそんなに変化がありません。ということで、一部分だけこう画像処理ができるような感じですね。で、試しにですね、もう一個いきましょう。オルトコピーで、最後ですね、今度鮮やかにしましょう。これも、オルトの、クリックでコントロール V にすると、貼り付けられました。でこれ再度上げると、さっきのマスクかけた部分だけこう画像処理が再度が上げられるという感じですね。まあやりすぎるとこんなになっちゃいますけど、という感じで、その他のやり方だとやっぱり同じくコントロールオールを押してコピーして、コントロール C でコピーですね。で、ここでトーンカーブ
これに対してまた Alt クリックで Ctrl V ってやると、マスクをかけたこの明るいところだけトーンカーブで調整することができます。ちょっと S 字にしてカリカリにしちゃったりしてみたいな感じですね。で、逆にですね、まあ、この、はい、この強調処理したやつですね、これを今度はイメージ色調補正で階調の反転ってやると、今度はその明るいところじゃない背景のところはこう選択されたマスクができます。まあ、これをまたコントロール OA ですね。で、コントロール C。で、レベル補正でコントロール Alt クリック。で、コントロール V を押すと、これ反転したマスクが貼り付けられました。で、これは何かというと、今度はこの背景の黒い部分ですね。黒い部分を落としたいという感じで、こうやってできるんですね。背景だけ明るくしたり暗くしたりっていう。まあ、細かく、切り分けることって結構難しいですけども、背景を中心にこういうふうに暗くしたりっていうのができるようになります。まあ、こういうふうにですね、マスク処理っていうのを使っていくと、ちょっとこの背景のコピーはもういらないので、削除しますね。はい。で、こういうふうにやっていくと、背景に対して、背景じゃないや、画像に対してですね、必要なところだけ画像処理をかけていくっていうようなことができるようになります。で、試しに、これ、1枚の写真にして、さっきの写真と見比べてみましょうか。そうすると、こうですね。これがビフォア、アフター、ビフォア、アフターですね。だから、ビフォアはこう、白ちゃけてる写真なのに対して、アフターは、全体的にそのレベルが下がって必要なところの明るさが変わらずこう再度上がっているという感じの印象になります。お分かりいただけますかね。ビフォーアフターです。で、これまとめて画像処理、全体に対してコントラスト、明瞭度、トーンカーブってやっちゃうと、背景のノイズが乗ってるザラザラな、黒い部分にもですね、画像処理がかかって全体的にやっぱりノイズがアップしてしまうので、必要なとこだけこういうふうに、マスクをかけて画像処理をするというのが、ノイズを抑えて、効率的に、写真を強調していくテクニックの一つになります。これ一個覚えていくといろんなことに応用できますので、いろんなことに試してみてください。はい、それでは次は、私のタイムラプスについて、説明します。タイムラプスというのが、写真をたくさん撮ってそれを時系列並べると、数時間の時間の経過が数秒で圧縮できるという表現手法になります。だいたい1秒間に対して30枚写真を撮っていて、まあ、5秒の動画にしたければ150枚必要になってくるんですけども、そういったことで、まあ、パラパラ漫画みたいな効果ですね。こう、コマ送りした、写真を使って動画を表現していきます。で、まあ、通常は三脚の上にカメラをつけて、インターバル撮影をすることで、そういったタイムラプスが作れます。まあ、それは、こういう感じですね。で、動画にですね、動きをつけたいときに使うのが、こういう、スライダーと呼ばれるものになります。モーションタイムラプスと呼ばれる技法ですけども、まあ、こう左から右にパンをしたり、あるいはこのレールの上をこういう装置が動いてですね、1枚撮ったら動いて1枚撮ったら動いてっていう動作を繰り返していきます。まあ、そうすることで今実際動かしててこう、こっち側からこっち側に3秒に1枚の、インターバルで撮影していきますと、後でこれを動画にしたときに、動きのある動画ができます。まあ、実際そういうふうに作った動画がこの動画ですね。
はい、こういう動画が撮ります。で実際ですね、その三脚の上にカメラを立てて、まあ、固定での撮影と、まあ、こういう動き、動画に動きをつけて撮影するっていうのと、まあ、2つをまあこう組み合わせてですね、作品としていつも仕上げています。そうすることで、まあ、見ていてとても楽しい動画になります。で実際タイムラプスまだまだこれから、やり始める方も多いと思いますし、興味を持っていただいている方も多いと思います。まあ、私実際こういうふうに機材を使って撮影していますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。でこのフォトショップの画面なんですけど、実際にこの作業をするときにですね、もうフォトショップ開いた時の画面が成沢さんと違うよっていう方いらっしゃると思うんですよ。まあ、そういう方はですね、ここにやり方載せておきます。このワークスペースかなから 3D っていうのを表示して、これらの項目にチェックを入れれば、私同じ画面になるはずなんで、実際にやるときはこれを参考にしてみてください。この方法は本当、星空の写真の基本になるやり方って言っていいんじゃないかなと思いますね。私も最初に学んだのはこのやり方だったので、まあ、これを、何度もやってですね、練習していくとどんどん上達の、糸口になっていくんじゃないかなと思いますんで、ぜひ学んでいただきたいですね。それからその後にお見せしたタイムラプスの動画ですけども、まあ、タイムラプスについてちょっと説明してる系の動画ですけどね、これ2018年にこの動画撮影したものなんですけども、当時はですね、私ホーリーグレールの撮影がちょっとできるようになったぐらいの時期なんですよね。だからその当時の、紹介してる動画見ると、まあまだ未熟だなというか、なんかいろいろ穴があるなみたいにちょっとね、感じるところもあるんですけど、この星空撮影塾 DVD の動画なんですけど、野外で朝から夕方までずっとびっちりで撮ったんですよ。だから後半になるに従ってですね、私がどんどん日焼けしていくっていうねそんな時間の経過、無駄なタイムラプスもこの DVD で楽しむことができると。これ再生リストを作っておきますので、この本を電子書籍で買った方はぜひ、ご活用ください。またあの周囲でこの本買って電子書籍だったんだけど DVD 見れないんだよなみたいな人いたら、ぜひこの動画の存在をですね、教えてあげていただけると嬉しいなって思いますね。はい、じゃあ、ここからはまた、いつもの動画に戻りますが、引き続きこのチャンネルをお楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけ。